分かり合えたのか。私が閲覧できるデータベースにはやっぱり載ってないんだよね。モビルアーマーのデータをテストした？何のためにというのは見えないけど。そこよりも気になることを言ってなかった？未来を見据えろでしょ。何を指しているのかしら。ユナ姉さんにとっての未来、一年戦争の後の話という意味かな。その割にはブレイク現象に私の時代、宇宙世紀のモビルスーツが絡みすぎてるのが気になるのよ。ランバラル隊と戦ったソドンの町近郊から始まって、アフターコロニー時代のサンクキングダム、ニューポートシティにはザクやグフが大量に現れて、コズミックイラ時代の地球連合のアラスカ本部にはアプサラス3や EG8 がいて、そしてラサでの戦いにつながっていったのよね。でもブレイク現象が特定の、しかも外部から来た人間に対応してるなんてあるかな。それを確かめるためにもやっぱり次のディレクトリに行くしかないわね。イエスさん。じゃあハロ先輩、インストールしよっか。もうインストールきつい。ハロ、そのうち壊れる言うの。1階層下のディレクトリ移動完了。あのモビルアーマーに追跡とかされてないでしょうね。それは確認済みだから大丈夫。本当に何もないよこのディレクトリ。ブレイクミッションすらないんだから。どういうこと？ハロ、ミッションの検索をしてないの？ハロー、サボってない。ブレイクミッション存在しない。通常検索だと引っかからないのかな。これならどう？何の警報よこれ。何をしたのさくら。アラート、アラート、エマージェンシー、エマージェンシー。不安定なブレイク現象を通常検索対象から外してたんだけど、それを入れたらこれってわけ。まさかイリオンステーブルのメインプログラムにも干渉があるなんて。さくら、対処方法は？もう自動修復モードに入ってるし、ハロ君からシステムも切り離したから大丈夫。復旧まで少し時間がかかりそうだけど、何が起きたか見当はついてるし。小隊長、ミステルだ。小隊長だぞ。ともかく状況を整理したいんだけど。ここは復旧中で使えないから場所を変えよう。私が取り出せたデータについて説明するから。廊下真っ赤、廊下真っ赤。イリオンステーブル全体がこんな状態なのね。ちょっとさくら、一体何を読み込んだの？当然ブレイク現象が発生している歴史だよ。ただ修正方法が確定しているミッションを選んで検索してたんだよね。じゃあ修正できないミッションしかないってこと？正確には修正を確定させるデータがこのディレクトリ内に存在しないミッションってことかな。足りない、ここにはデータ足りない。そうか、今まではパズルからこぼれたピースが余ったことも足りなかったこともない。だからこそ歴史の修正が確定する。じゃあ今回引っかかったミッションって？
そんなわけでここに取り出せたデータが一つ。ポストディザスターの歴史で起こったある戦争、厄災戦について。わかったわ、聞かせて。戦争とその後につながるミッションについて。厄災戦についてはわかったけど、今回のミッションとの関係は？以前エドモントンの本会議場に元アーブラウ代表のマカナイさんを送り届けたじゃない。あのあと選挙には勝てたの？もうパッチリ大勝利。それから数年後、大仕事をやり遂げた鉄火団はアーブラウの後ろ盾を得て急成長。さすが鉄火団、大成功じゃない。あれ、そこに大昔のモビルアーマーがどう関係してくるの？うん、その後の鉄火団はアーブラウと SAU の武力紛争に巻き込まれたりで疲弊して火星の本部に撤退するのね。また紛争で居場所を失ったっていうの？やりきれない話ね。団員が幸せに暮らせるようにまた火星から出直すことになるんだけど、鉄火団の重要な資金源であるハーフメタルの採掘場から掘り出されたんだよ。まさかモビルアーマーが？だって300年以上前のものなんでしょ？ガンダムフレームだって同年代のものだからね。それが300年後も動いているということは、モビルアーマーも当然稼働する。人を殺すために人によって作られたおぞましい兵器。くそ、何なんだよありゃ。それを何としても止めるのが今回のミッション。場所は火星、独立自治区クリセ近郊。今回も鉄火団として参加することになるよ。団員のみんなとギャラルホルンの手も借りてモビルアーマーを破壊する。小隊長、いきなり総力戦よ。サポートはきっちりやるから。ただこのブレイクミッション、何が起こるかわからないよ。準備はきちんとね、小隊長さん。武をもって制するとしよう。ついてこい。ミッションプランを開始する。あれがモビルアーマーファシマル。天使の名を持つ人類の最悪。300年前、
当時の人口の4分の1を殺り。クソ、どうなってるんだ団長は。本部、応答してくれ本部。様子がおかしい。こちら鉄火団、実装2番隊。隊長は連絡が取れないんだ。2番隊の隊長って、秋広アルトランド君。ユノ姉さん、全体に呼びかけて。鉄火団各位、応答願います。オルガ団長、三日月君、秋広君。繋がらない。もしかしたらみんなブレイク現象で。ガンダムフレームもリーダーもいないんじゃ、この戦い勝てっこなくて。フルーマの増援、どこから。本体の端までにはフルーマを作り出す機能があるんだよ。そんなのどうやって全滅させるのよ。生産速度を上回るペースで数を。数が多すぎる。動きはそこだ。程度いけ。完全な時に。そこやるな。耐えろお前ら。当たる。さすが。そこだ。マーフィー、行け。なんとか分断するんだ。そんなこと言ったって。オールレンジ攻撃やるな。そこ。さすが。そこ。当てる。まだなのか。直撃。強制ブレイクイン。でもこのデータ形式は初めて見る。モビルスーツどこの。ファイルネームは MISTER-91514。 動きからすると無人機。あれ、桜もまとめてそんな名前なんだ。初めての相手なんだけど、データ形式が似てるんだよ。この名前は長いから一体にして。何と似てるって。ガンダムラトレイヤだ。君たちか。なるほど。ガンダムラトレイヤー。じゃあさっきのモビルスーツはやっぱり。小隊長、強行突破して。無駄だ小隊長。フルーマを分断できないのではな。なら本体に叩きさえすれば。お姉さん、武器のプレーマにおやきの修理、補給機能があるんだよ。その上で。さすがだな小隊長君。君のデータも取っておくべきか。そのデータ何に使うつもりなの。私にはそれを答える権限は与えられていない。つまりやらされてるってこと。誰に。考え、わかるはずだ。そこをどきなさい。モビルアーマーを追わないと。無駄なことはやめたまえ。ガンダムフレームもなくどうする。やってみなくちゃわからないでしょ。もし退屈だというのなら仕方ない。おもちゃを用意するとしよう。まだ何かあるわけ。こんなところか。とりあえず走らせてみるとしよう。
一瞬データに干渉反応、まさかブレイクイン戦闘中に AI を組んでいたの。なるほど、ラトレイヤの量産タイプ、まだまだ時としては力不足。ブレイクミッションは実験場みたいに、こんなこと繰り返したら生死のデータが壊れちゃうよ。レディ・ユノ、君もまた。クソ、またやられた。このままじゃ自利品だ。団長は行くぞ。機体が、俺が避けな、心配するな、私が片付ける。ゾンビ来る。ガーあっ、せっ、完全な時に。行くぞ。ラト、感謝する。ガンダムラトレイヤ損傷甚大、これほどとはな、小隊長くん。恐れるな、未来を見据えること。具体性を欠いた言い方をしないで。なるほど、まだまだ更新の余地があるな、親機も子機も。もうあいつわけわかんないんだけど、このミッションで何をやってんだろう。さくら、それはあと、モビルアーマーはもう最終防衛ラインを超えたあたりだね。そんな、じゃあクルセは。どのみち鉄火弾が機能してないんじゃ勝てない。ギャレルホルンのメンツもいないみたいだし、ブレイクアウトしよう。みんなを探さなくちゃ。ほう、なかなかやるな、お前も。ひどいブレイクミッションだったけど、その理由が分かった気がするわ。オーバーフロー、システムオーバーフロー、システムから過剰な負荷を検出。そう、それ無理なシステム介入によって歴史のデータが破損したみたい。あの量産型ラトレイヤーの容量を確保するために余剰データとして他のミッションに振り分けられたっていうのが正解だね。最初ブレイク現象を検索したとき、大規模なシステムダウンが発生したのはそんな異常なデータにアクセスしたからか。振り分けられたデータだけど、具体的にはミッションに存在しなかった団長さん、三日月くん、秋広くん、そしてギャラルホルンの面々だけど、どのデータに入り込んだのかわからないんだよ。データが消失した可能性は？それはないと思う。歴史の保管こそが最優先の G ユニバースからデータが消失するなんてことが起きたら、システムそのものが破壊されかねないからね。そんなデータを読み込んだら、イリオンステーブルも赤くなるだけじゃ済まないよ。どこに入り込んだのかわからない散逸したデータ、何か手がかりでもあれば。手がかりあるぞ。ブレイクミッション発生、ブレイクミッション発生。あ、このデータは。ちょっとブリーフィングルームへ行こう。少し前の話をぶり返さなくちゃ。今回発生したブレイクミッションは2つ。異常なデータではなく通常のミッションだよ。両方とも1年戦争末期の歴史だけど。また私たちがいた歴史？戦争の末期って一つ前のディレクトリのラサもそうだったじゃない。それよりもさらに後の歴史なんだよ。両ミッションともに宇宙世紀0079の末、クリスマスの時期だね。
というわけで、今回選べるブレイクミッションは1年戦争の末期から2つ。12月19日のサイド6、中立コロニーのリボーか。クリスマスイブの宇宙要塞ソロモン攻略戦か。小隊長選べ、小隊長選べ。ようやく動き出したか。間に合うといいのだが、仕方がないとはいえ、これ以上ブレイク修正が進めばもう奴を止めることはできなくなる。だが俺にできることはこれくらいか。君にならできるはずだ。このセキュリティホールを突くことが、レディ・ユノ。